若者向けの政策としてはまずやっぱり現役世代を新産業を作ることを通じてお給料を上げることが大事だと思います。少子化対策っていうところで婚姻数が減少していることが少子化の一つの原因になっていると思うんですけど、それを解決するには所得を向上するっていうのが実は一番効くっていうところなんで、そういう意味では経済政策をしっかりやっていくのが大事だと思っております。すいません、ちょっと早口になっちゃいましたが時間がなくて申し訳ない。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今回の選挙で私が訴えたいことはただ一つです。テクノロジーで東京を誰も取り残さない街にしたい。人と人とが相手を尊重し合い、誰もが自分らしく生きていける、そんな街にしたいと思っています。そのためには3つ、暮らし、経済、政治をそれぞれアップデートしなければいけません。まずは暮らしのアップデートについてお話しします。テクノロジーは歴史的に見てもハンディキャップがある人たちの力になってきました。メガネは視力が悪い方を助け、車椅子は足の悪い方を助けてきました。テクノロジーが進歩することによって私たちの選択肢は増えます。暮らしは豊かになります。私はこうしたテクノロジーを通じて皆さんの暮らしを豊かにするべく様々な打ち手を打っていきたいと思います。一つ例を挙げます。東京の医療です。お医者様、医療リソースというのは非常に貴重なものです。ですがこれが最適に配分されているとは言い難い状況があります。あるところではお医者様がたくさんいて急患の方、救急車に乗っている方を取り合いになっている。一方である場所では医療お医者様が足りなくて救急車に乗っている方が病院を見つけられずに困っている。これが同時に起きています。なぜこれが起きるのかというと、各病院ごと、各大学病院ごとにリソースの計画を考えているからです。ここで東京都が横串のプラットフォームを作ることで、どの病院でどれだけ急患がいるのか、どの病院にどれだけ当直のお医者様がいるのかを可視化することで、急患の人をより早く、より正確に、より適切な病院に送ることができます。病院が見つかるまでの受け入れ時間を短くすることができます。そして同時にお医者様が働きやすくなります。医療の業界も2024年、2025年から働き方改革が始まろうとしていますが、このままの医療リソースが最適配分されていない状況では必ず問題が起きます。私はテクノロジーの力でこういった暮らしのさまざまな分野をアップデートしていきたいと考えています。2つ目に経済のお話をします。今の世界経済の主要な成長ドライバーはテクノロジーです。世界中の時価総額ランキングのトップを見てもNVIDIA、GAFA、いわゆる Google、Apple、Facebook、Amazon といったようなテクノロジー企業の名前が並んでいます。また経済学的に見ても経済成長をする方法は3つしかないと言われています。1つは人口の増加、2つ目が天然資源の活用、3つ目がテクノロジーの活用です。ですがこの1つ目、人口の増加と2つ目の天然資源の活用は今の東京では望むべくもありません。なので私たちがどれだけ豊かな暮らしができるかは我々がどれだけテクノロジーを活用できるかにかかっているんです。私はスタートアップを企業経営してきた経験を生かして東京から新産業を生んでいきたいと考えています。ありがとうございます。東京には世界中の技術者が羨むような文化であるとか教育水準であるとか治安の良さがあります。このポテンシャルを生かせば東京から新産業をどんどん生んでいくことができるはずです。これは皆様のお給料を上げることにもつながります。私はテクノロジーで東京の経済をアップデートします。3つ目に政治のアップデートの話をします。
今の民主主義システムは数百年前にデザインされたものです。我々はそれをそのまま使い続けています。もちろん当時スマートフォンもインターネットも AI もなかった中で、選挙をする、それで選ばれた代表者を決める、その代表者が代わりに意思決定を行う、この仕組みは当時としては取り得る最善策だったと思います。ですがこれには限界もあります。4年に1回しか民意を反映させるチャンスがない。しかもその選挙のたびに決められる情報量は数人の候補者の中からたった1人を選ぶという数ビットの情報だけしか交換されないわけです。ですが今インターネットやスマートフォンを使えば、より継続的に解像度高く民意をセンシングすることも可能なはずです。具体例を一つ挙げます。今すぐできることです。ネット選挙を解禁したいと思います。こうすることによってより幅広い方の声を聞けるようになります。若者の声はもちろん、家から出ることが難しいご高齢の方、ハンディキャップを抱えていて家から出ることが難しい方、そういった方の声も聞くことができるようになります。また行政のデジタルトランスフォーメーションが遅れているのも明らかです。民間企業のサービスはどんどん良くなっています。ですが行政サービスはあまり変わっていません。私は33歳で、周りの友人たちが妊娠出産子育てを経験し始めています。彼女らに話を聞くと、妊娠して出産する非常に大変な時期に、実に7回も市役所に物理的に行かなければならない。物理的に行って何十枚も紙をもらって、そこで処理をしなければいけない。しかし今インターネットとスマートフォンを使えば、こういったこともオンラインで完結できるはずです。技術的には今できるんです。なのにできていないのは、トップが意思決定をできていないからです。トップがこの技術を使ってサービスレベルを上げようと意思決定できていないから、皆様がこの不便な行政サービスを受けざるを得ない、そんな状況が続いているんです。私は大企業に対してデジタルトランスフォーメーションのプロジェクトも経験してまいりました。その当事者感覚、当事者としての目線を生かしながら、行政を、都政をデジタルトランスフォーメーションしていきたいと考えています。